シンポジウムには事件で家族を失った遺族らが登壇し2021年に大阪・天満のカラオケパブで起きた常連客による殺人事件で妹の真由子さんを亡くした稲田裕介さんは被害者遺族に対する補償制度の見直しを求めました。損害賠償はは2980 600万万円円実際に支払われているのはおよそ600万円 やっぱり憎憎みたくない人間まで憎んでしまうんでででんんしうすよね。今の制度だと。犯罪被害者遺族への支援をめぐっては、国から支給される給付金の最低額の見直しが行われ、6月中をめどに施行される方針ですが、裁判で加害者に賠償命令が出ても全額支払われないケースが多く、国による建て替え制度の充実を訴えました。